どうもおはようございます。速稼塾の久保です。そしてですね、新年明けましておめでとうございます。昨年お世話になりまして本当にありがとうございます。まあ昨年というよりも9年というべきなんでしょうけどもね、その辺はちょっとのこだわりと、それからね、言葉の声域を超えて伝えたいことを伝えるという意味で、あえて昨年というふうにね、去るという年を使わせていただきます。またね、これなんで去るっていう昨年という言葉を使わずに9年という言い方をするのか、これにも疑惑があるわけなんですけども、それはまた別の機会にお話しすることにしまして、今回はですね、まず最初に、この気になる男シリーズ、後悔は必ず残るというふうにお話しさせてもらいたいと思います。後悔しない人生を求めても、後悔っていうのは必ず残るんですよ。というのが、人は一通りの人生しか生きられないからなんですよね。よく人生が変わったって言いますけども、本当に変わったんでしょうかね。一種類しか人生進めないのに、じゃあ変わらなかった時の人生ってのは実際に起きるんでしょうか。想像するだけじゃないかなと思うんですよ。でもあえてね、後悔という言葉を使うとしたら、私はこう思うんですよ。本気で後悔して本気で反省すれば人生は変わると思うんですよね。これは与沢翼さんも同じようなこと言ってたんですけども、私もいつも思うんですよ。後悔して何もしないんだったら、まさに猿と同じというね。ああしまったと思って、そこから生み出すものがほとんどの人はありません。ただ後悔するだけなんですよ。だから後悔を嫌がるんですよ。でも私は後悔をすることってものすごくチャンスだと思うんですよね。しまったと思ったからこそ次の対処策に気づけるわけなんですよ。でも多くの方はそれをしません。バカの典型と言って、私はね、心の中では切り捨てるんですけども、後悔だけしてるんですよ。だったら後悔に気づかない方がまだ賢いとも言えます。以前ね、こんなエピソードがあったんですよ。私が介護の仕事をしている時だったんですけども、介護っていうのはその認知度に差があるんですよね。で、ある少年がこう言ったんですよ。いつも自分を兄貴と慕ってる重度の知的障害の子がいて、その子自身はね、軽度の知的障害なんですよ。で、その子が私に言うんですけども、先生さ、俺ってみんなからバカにされてるよね。いつも覚えは悪いし、動きは遅いし、何言ってるか会話もうまくできないから、みんなが俺をバカにすんの俺わかるんだよ、そういうふうに言うんですよ。で、いつも兄貴と慕ってる重度のそのね、B 君と名付けましょうか。 B 君はですね、自分がバカにされてることすらわかんないぐらい知識障害の度合いが重いから、俺 B 君になればよかったよみたいなことを言うんですよね。なんか一瞬ね、私もね、強いものを突きつけられたなっていう気がしましたね。確かに知的障害の度数が深ければ、みんなが自分をバカにしてることとか社会的に落ちこぼれてることに気づかずに済むんですよ。でも自分がみんなより劣ってるってことを分かるがゆえの軽度の知的障害だからの苦しみがあるっていうことを打ち明けてくれて、素直にね、返す言葉がなかったなと思いました。まあでもそこで私が黙るわけにいかないんで、勢いでね、答えたことが今でもあれでよかったんだろうかと何度も何度も後悔するんですよ。それはですね、そんなことはないよと、お前が B 君のようになった方がいいなんてことは全くないと、お前の苦しみや悲しみっていうのは俺たちも同じように感じてるんだ、俺たちは同じ気持ちを持ってる仲間なんだよっていうことを話したりとかね、いろいろと口八丁手八丁で励ましたような気がするんですけども、結局私もね、こらえきれずに一緒に今泣いてしまったというところがあったんですよね。でもそれからそれぞれの立場で見えるものは違うし、感じるものは違う。それは知的障害じゃなくてもね、私たち知的障害の指定を受けていない、いわゆるね、こういう言葉も嫌なんですけども、健常者といっても能力に差があるわけですよ。稼げる人間がいくらね、稼げてきた道を指し示したところで、稼げてない人にはなんだそれはとしか映らないわけですよ。この人は頑固で人の話なんて聞かないなとしか思ってもらえないんですよ。だから能力のある人はどんどん孤独になっていきます。能力のない人は基本的に多いんですよ。だから共感し合えるんですよ。でも私たちは数少ない能力や意思を持ったものですから、ほとんどの人に共感してもらえません。もう異端なんですよね。異常者なんですよ。そうなると普通の人と家族を作ってしまうと、家族の中で必ず浮きます。攻撃の矢にさらされます。でもいつもいつも私は思います。後悔したからこそ分かるんですよ、後悔したからこそ分かる。本当に後悔したからこそ分かるんですよ。あの時
あれで良かったんだろうかと、私はもう今日もこうやって思い出してお話してます。あれで良かったんだろうかと、本気で思うからこそ曖昧な対応ではなくって、全ての人に苦しいけれども、憎まれるかもしれないけども、真実を突きつけて、あの人は頑固者で自分のことなんて分かってもらえない、共感してもらえないっていうふうに思われるぐらい持論を突きつけなければいけないかなと思うんですよ。要するに多くの人はお互いを共感しますけども、それは同じような普通の人だからなんですよ。で、私たちは普通の人の中でも異色の道を選び出したんで、普通の人の考えや判断なわけがないんですよ。ですんで物事一つとってもおかしな切り口からしか答えられないというふうに感じられます。もうそれで仕方がないです。だって普通じゃないんでね。普通じゃないからこそ今みたいな暮らしをしてると思いますし、多くの人が楽しみで使ってる YouTube ってものから利益を取り出し続けるわけなんですよ、ね、で私はね10年なんですよこの道で。何度も言いますけども、10年やってる人ってまあいないですよ。だから同じように YouTube やネットビジネスでやりかけてる人と私との会話もものすごく落差があります。落差があるからこそついてきてほしいなと思います。なぜなら私は少なくとも10年稼ぎ続けるスキルを持った人間だからこそ語ってるわけなんですよ。それこそね、2年3年しか稼いでない人とは当たり前のように違いますよ。この10年の間にどれだけの事件が起きたか、それを考えてみても、これからの10年想像もしないようなことが起きることが考えられますよね。で、そういったものにも私は立ち向かっていかなければなりませんし、撤退したらもうね後がないんですよ、うん、それこそね、私も家族を抱えてますし、タカさんもそうだと思います。おそらく女性の方はこの人と一緒にいたら楽ができる、楽しく過ごせると思う、その期待から結婚を決断する一つの要因になったんでしょうけども、男性は全く逆ですよね。これからお話しすることは今までも何度も何度も話してきましたけども、男性としてはどこまで理不尽や不公平に耐えられるかっていう、その許容量を持ってこの人だったらなんとか耐えていけるかなと思うわけなんです。スタートが違うんですよ全然。男性の方で、ね、この女性と結婚したら、ああ楽になれるぞと思う人がいたら会ってみたいですよね。楽になるわけがないんですよね、もっともっと苦しくなるんですよ。でもそのために後悔もあるかもしれませんけども、まあ言ってみればね、男としての度量を上げていくしかないかなっていうところです。少なくとも私たちが時代遅れなおじさんと称している今60代70代の人はそれをやり遂げてきたわけですよ。凄まじいことですよ。インターネットも情報もない中で、同じような工場に勤めて同じような会社に勤めた人がまさに自分の稼ぎを勝ち取った挙句、離婚もせずに家族を養い続けて団塊ジュニアってものを育て上げたわけですよね。あの戦後のドタバタから凄まじいエネルギーだったと思います。ですので私たちが今の60代70代老害だよねっていう、その老害によって未だに支えられているという現実があるんですよ。でバカな人はこれ気づかないんですよ。単なる年を取った人はパソコンとか IT とかダメな、本当にダメな人ってレッテル貼ってますけども、じゃあ IT を使いこなしてどれだけあなたは稼いでるんですか、どれだけ自分の不満や不安を振り払ってるんですかっていうと、全くないわけですよね。その気になってるだけなんですよ、まあ、結局は私たちは未だにですね、団塊の世代やそれから高度経済成長期に現役だった人に支えられて、その人をでも面知らずにもバカにしてるわけなんですよね。今どうですかね、60代70代の人、何かああいいこと学んだって思えるようなことってありますかね。多分普段意識にも上ってないと思うんですよ。それでいて老害というレッテルを貼ったりとか、まあ、政治も得票数の多い老人を中心に回ってると思いますけども、そうなんですよ。その人たちは20代の頃からそういった世の中を40年50年かけて作り上げてきたんで、その人の思い通りになってしょうがないと思うんですよね。じゃあ今私たち20代30代の人たちも込みでなんですけども、これからね10年先とか30年先のために今日何をやってるんですかと、今日やったことはその未来につながってるんですかって、大抵の人がつながってません。今日やったこと、楽しかった、終わり、飽きた、やめた、この繰り返しで無意な時間を過ごしているんですよ。でそういった人たちはお互いに無意なことをしてるんで共感するんですよ。共感してますけども何一つ力にはなりませんし、自分たちを支えるような力もつきません。しかも後悔もしないんですよ、うん、冒頭でお話ししましたけども、後悔を本気でするとそっからね、じゃあどうするが生まれるんですよ。でそれを繰り返してきたのが戦後間もない昭和30年代40年代のあの高度経済成長期を作り上げた、まあ、いわゆる企業戦士たちなんですよね。当時皆さん学歴もない、英語もわからない、外交もない、そ
それから外国人との対応もできない、インターネットもない、情報がない、知識がない、なのにやってこれたんですよ。でも今は当時なかったものが全部あります。なのになぜかパフォーマンスはむちゃくちゃ悪いんですよ。パフォーマンスむちゃくちゃ悪いのにコスパとかいう言葉が流行ってるというね、この愚かさというね、こういったことに、まあ、日々ね矛盾を感じながら、でも自分だけは、少なくとも自分一人は突破していかないとな、という力はどこから出るかというと、本気で後悔してるからじゃないかなと思いますし、自分の感情を無視してそれぞれの年代の立場から生まれてくる、真の力をね見据えてるからだと思うんですよ。まあ、今ね残念ながら若い人から生まれるものは何もありません。だから少子高齢化とか言いますけども、なるべくしてなったんだとも言えますよ。能力の少ない人がたくさん生まれてこない、これによって能力の高い人が今社会を作ってるとも言えます。ただ誰に対して能力が高いかっていうところも見えますんで、段階ジュニアとかね、ロスジェネとか言われる私、そして、まあ人並み以上に状況の悪かったところから、まあまあ状況のいいところまで、この10年間で見てきた私からすると、まあ、両方の立場が見えるかなと思います。そうなんですよね。だから昭和50年代を過ごしてきた人って、もうすでにね近所にいるおじちゃんおばちゃんとかが戦争を経験してる人なんですよね。昭和20年戦争終わりましたけども、それから30年後って昭和50年代なんですよ。で、私が生まれたのが昭和40年代、まあ、普通におじさんおばさんと言われる近所の人に戦争帰りとかいたわけなんですよね。今はいません。だから何もないところからどう立ち上がってきたのかっていうストーリーも伺い知ることができますし、今ほとんどのものがある状況で何も生み出さない人が多いっていう、この矛盾にもものすごくね憤りに似たような感じを感じるわけなんですよ。そこに私が思うのは、ちゃんと後悔しないとなっていうところなんですよね。やっぱり後悔を避ける、それも一つの方法かもしれませんけども、私はね何を選択しても必ず後悔が残るというふうに感じた時に、じゃあ後悔ってものをどう使っていこうかなと思うわけなんですよ。まあいわゆる廃物利用ですよね。本来だったら多くの人が避けたがるものを集めてきて、どういうふうにこれを加工して新しい製品に作り上げようかな、つまりこれはマインドセットの力なわけなんですよね。で、自分で稼ぐっていうねテーマも今回お話してくださいましたけども、自分で自分を養うって、これ特別なことですかね。私は当たり前だと思うんですよ。それこそね、まあ、10代の若い子供ではないわけですから、養われることが当たり前の世代ではなくて、少なくともね、まあ、20の半ば過ぎて30とかなってくれば自分の衣食住持つのは当たり前だと思いますし、毎月家賃を払って電気代を払って自分の食費を自分で捻出して当たり前だと思うんですよね。でこれがね、なんかいつの間にかね養われることが当たり前であって、例えば、まあ、旦那さんが稼いで自分を支えてくれるのが当たり前みたいに考えてる人が出てきてしまうわけなんですよ。で、片方では仕方がなく自分の趣味思考に関わらず稼がないといけないっていうのが前提に来る、世の中のかわいそうな男性たちがいるっていう感じですよね。だから男性が男の仕事を選ぶときに止めるのが家族なんですよ。で、YouTuber やりたいんだったらやればいいわけなんですよ。なんで止めるんですか。職業選択の自由があるって話をしましたけども、職業選択の自由を阻んでるのは誰やろう、まあ、家族だったりね、まあ、主には奥さんなわけなんですよ。そんなことで稼げるの、養えるのっていうふうに脅してくるわけなんですよ。不安なんだったらあなたが稼ぎなさいと。時代は変わって男女同権でしょって言ったら、まあ、ジェンダーだとかね、また女性蔑視だとかいうわけのわかんないことを言い出すわけなんですよ。つまりは共感力が強い人っていうのは普通の人なんですよね。だからそれも込みで私たちはものを考えていかないと、とてもじゃないけどやってらんないよってことになりますし、まあ本当にねお話したように、いつでも辞めることはできます。家族の関係も別に急に理由なく辞めても全然 OK です。社会からバッシングされることはもともと私たちは気にしてない存在じゃないですか。それこそ別れた人間がその後どうなろうと構わないわけですよ。例えばね、私の場合で恐縮なんですけども、今の奥さんと一緒になる前っていうのは何人かの女性と付き合ってたんですけども、その人とは一瞬で別れたんですよ。その人がその後どんなひどい人生になったのかってことはもう全く知りもしないし知ろうともしないですよね。まさに最初からいなかった存在として考えるしかなくって、そうでもしないと、やっぱりね中途半端な後悔が残りますし、それこそそれは優しさでも何でもないですからね。だからいなかったものとしてカウントするしかないかなと。同じようにだから付き合いがなくなった人っていうのは最初からいなくなった人、いなかった人って考えなければとてもじゃないけどもね、そこまで先の人生余裕を持って帰るということはできないと思うんですよ。で、自分で稼ぐっていうことに、また帰りますけども、
当たり前のように自分で稼ぐことができれば、別にね、そもそも誰かに養ってもらう必要ってないわけなんですよね。だから結婚って制度がなんで壊れてきたかっていうと、人の分まで稼ぎたくないよっていう当たり前のことが、顕在化してきたのかなと思いますし、独身でもね、男性でも女性でも自由に楽しく生きていけるわけじゃないですか。でも数字だけ見ると女性の8割が貧困なわけですよ、ね、単身女性の8割が貧困ですよ。で、単身男性は貧困かっていうと、別に貧困じゃないですよ、これがね。なかなか男性のデータっていうのは炙り出されないんですよ。これは人目を引くものとして女性がかわいそうだよって言った方が数字が取れるから、おそらくそういうふうな報道になるんでしょうけども、現実男性は独身になって豊かになりましたっていう報道っていうのはされないんですよね。父子家庭っていう話もめったに出てこないですけども、なんか現実そういうふうなね、冷たいものがあるんじゃないかなと思いますね。自分で稼ぐって当たり前のことを男性はもうね、小中学生の頃から意識してそれを覚悟して生きている。だけども、昔かもしれませんけどね、将来はお嫁さんになるの、永久就職とかね、寿退社とか、もう働かないことを前提にしているのが女性の人生なわけなんですよ。で、働かないからこそお金を稼ぐって意識がどんどんなくなってきますし、お金を稼ぐ意識がない人とお金を稼ぐ意識が重い人とか一緒に住めば、それはどっかですぐ起きるよねってことになってきます。そして不安定な時代に入ってきたってことになりますけども、不安定だからほどチャンスがあるとも言えるんですよ。これもだから思考の転換なんですよね。というのが、稼げない状態が不安定だからこそ一気に稼げる状態になるっていうのも、これも不安定の一つの要素なんですよ。で、誰かが稼げるってことは誰かが稼げなくなる。これもまた逆も真でですね、不安定だからこそ今勝ち組の人も一気に転落するってこともやっぱ起きるわけですよね。不動の会社シャープ今どうなってましたかとかね、そういった問題もあります。あとはね、三洋っていう会社があります。小さなカメラを作る優秀な会社だったんですけども、これも中国に買収されて今はもう事実上なくなりました、その他日本の大手ソニーという会社も役員の半分以上が外国人で、もうとてもじゃないけど日本の会社とは言えませんよね、そういったふうに、日本の大手企業ですら不安定という世の中の波に揉まれて今まさに凋落してるわけですよ。航空会社もどうですかね、もう凋落の一歩ですよね。そういったこともありますので、不安定っていうのは逆にチャンスって考えられないといけない。特に不安定で恐れるのは持てるものなんですよ。やばい、失われるかもしれないと。だから挑戦しなくちゃっていうふうに持てるものは感じています。でも持てないものが、物を持てないものですよ。何もない人が不安定を恐れてどうするんですか。何もないから失われるものがないわけですよね。だったら挑戦して積み上げていくしかないっていう不安定さをむしろ喜ぶべきなんですよ。はい、そしてですね、今10年私もこうやってやらせてもらって、もうすぐ11年目に入ります。11年間本当によくやったなって自分でも思います。それはほとんどの人がいなくなるからなんですよ。で、私は今ね、こうやって気になるとこシリーズなど他のやり取りもさせてもらってますけども、重ねて言うと10年生き残ってきた立場から言いますんで、10年生き残っていない人からは全く理解できないかもしれません。でもこの理解力とかマインドセットの齟齬を埋める作業ができるとしたら、きっと高さんはじめ他の人も10年やっていけると思います。そのためには何も進化しない人と、折り合いをつけていかなくちゃいけないんですよね。もう優しい気持ちで許してあげるのか、それともその人たちとたもとを分かって別の人生を歩むのか、いつか決断の日が来ると思いますけども、別にそれは焦ることはないと思います。とりあえず私たちは他のことを気にせずにね、他の人とのことを気にせずに、まずは自分のやることをしっかりやっていけばいいんじゃないかなと思います。そのためには一人で稼ぐという当たり前のことを淡々とこなしていけばいいんじゃないかなと。そしてそれができるときに、他者がいくらサボっていてもね、他者がいくら自分に依存してもそんなに気にならないようなマインドセットになるんではなかろうかと思いますけどね。はい、じゃあ1月1日、もう朝5時になりました。本当に私はこうやってね、お仕事をさせてもらって誰かのためにメッセージを積むことによって人生を作らせてもらってます。非常にありがたいことだと思います。できれば私もね、こんな日に大好きなアメ車でねドライブしたいんですけども、それは随分後回しになりそうです。そのまま廃車になるかもしれません。その後悔も込みで人生生きてますんで、こうなったらね、後悔を大いに楽しんでいくしかないかなと思います。後悔の連続、それが人生とも言えますけども、どうせ後悔するんだったらね、その後悔を少なくとも金に変えちゃろうかなと思いながら今日の放送に変えさせていただきました。それじゃあ、気になるとこシリーズ、これは一般公開ですんで、結構えげつないことも言いましたけども、もっとえげつないことをね、タカさんとはこの裏ではやり取りしてますんで、その辺がね、どうしても聞きたいよって方は、ぜひね、タカさんの
オンラインコミュニティに入って速稼塾塾長の裏話を聞かせてくださいよみたいなことでお話しするとこっそり教えてくれるかもしれません。はい、新年になりましてタカさんの YouTube アカデミー募集はしてるのかな、わかりませんけども、多分申し込んだらあと一人ぐらいならいいっすよって言ってくれると思います。ぜひそちらの方にお問い合わせください。動画をご覧いただきましてありがとうございました。それではこの1年もね、数千本の動画を皆さんにお届けすると思います。とてもじゃないけど見る方が追いつかないと思いますが、一番稼げる方法だけを抽出してお届けしますんでご期待ください。それでは。